おばあちゃんの代からずっとやってる人気商品、名物料理になります。長く湯がくことによって太麺なんですけれども、さらに太くなったり、麺のもちもち感通常よりも出せるように、水で締めた後1日ぐらいは冷蔵庫の中で麺を寝かしてもちもち感を出すっていうことをすごくこだわりでやってます。赤ウインナーって言われる方が多いんですけど、うちはおばあちゃんの代からずっと豚肉でやってるんです。酸味の少なめのケチャップを使ってるんですけど、味に変化が欲しいのでウスターソースを入れることによって深みと抑えめにしてる酸味を出す。おばあちゃんの知り合いだった人っていうのも来てくれてたりしますんで、昔ながらの味をなるべく変えないように。高い状態で出せるっていうことと、下に目玉焼きを引いてますんで、ぜひ絡めて楽しんでもらえたらなと